丸岡若菜のごめん遊ばせ丸々さん。貴様らごきげんよう。丸岡若菜のごめん遊ばせ武田さん、パーソナリティのお嬢様こと丸岡若菜ですわ。そして貴様らごきげんよう、ポメラニアンの下僕武田ラリサタゴです。はい、みんながタグを取ったか取ってないかを取りました。もう前回取りました。永久にからかわれる。いやみんなでもちょっと楽しみにしてたのかもしれない。いやでも記念に取りましたよタグは。あ、写真によかったよかったよかったわ。真ん中の人、あ、真ん中はデスゲームを、デスゲームの主催者、主催者、あ、出た、言えなくてデスゲームの主催者、デスゲームの主催者もいますよ。はい、ということでこの番組はゴスルリが趣味の清楚な女性声優として知られる私丸岡若菜がゴシックでキュートな理想のお嬢様像を追求するため、番組に訪れるゲストパーソナリティさんや視聴者の皆様に鍛えられながら番組をお届けしていく、とっても高貴でお上品な正真正銘お嬢様番組です。ということで、多分貴様らはゴールデンウィークを楽しんで過ごしていたのではないかなと、はい、さぞ素敵なゴールデンウィークだったんだろうな。うわー、なんだろう、刺さってる人もいるんだろうな。誰かにとっての致命傷かもしれない。もしかしたら本当に楽しんでる人もいるかもしれないけど、あ、7連休、すごい、でも連戦した人は10連休。10連休、ガンダムウィーク、確かにね、あの GW ね、あ、ゴールデンウィークじゃなかったんだね。でも友達と焼肉行ったとか、あ、いいいいいい、バーベキュー、寝て起きたら終わってた。若様は結局あのスタッフの皆さんと街中でばったり会うことは会わなかった。あ、それはよかったのか残念だったのかわからないですけれど、あったらね、だってあったらもちろんね、焼肉行ってましたよね、うん、でも多分やっぱカメラ回ってないから今みたいに優しくしてくれないと思う。絶対なんかネキとかも、これ今私のだってタイトルな番組だから、それ私に冷たくしたら私も怒って帰るかもしれないから帰られないように接してるけど、やっぱ大人の事情があって気を使ってるかもしれないけど、別に外で会ったらあ、丸岡さんですまたじゃあ現場で、はい、一回本当に会ってみてほしいな。そこでこんなに笑顔で優しい女性なのに、どうしよう、突然冷たくなったら、仕事だから優しいけど急に外で会ったらまた今度、はい、はい、はい、現場で、はい、急げみたいな私もゲストだから優しくしてくれてるだけでなんかすごい私の話にいっぱい笑ってくれるけど、で外で会ったら面白いですねってなるのかな。怖いよ、みんなビジネスじゃないもんね、うちらみんなマブでやってるんで、あの、ずっとマダマンね、うちらみんなこのスタッフ含め全員マブだからさ、外で会ってもそんなことないもんね。そうよあー怖かった、はい、はい、そしてですね、番組全体のハッシュタグお茶会若様ですが、この期間の番組ハッシュタグはフェチ羊でございます。あの、はい、フェチがカタカナで羊があの漢字でございます、はい、この後ラリちゃんがいいねしてきますので、ぜひいいねしたくなるようなツイートをお願いいたします。はい、いいねします。はい、ではでは始めていきましょう。丸岡若菜のごめん遊ばせ武田さん、第38回スタートです。
丸岡若菜のごめん遊ばせ武田さん、あくまでフェチですから。はい、改めましてお嬢様の丸岡若菜とポメラニアンの下僕武田ラリサタゴです。はい、ということなんですけれども、はい、いつもならここで、うん、ティータイムがすぐ入るんですが、今夜は私の誕生日が近いということで番組が用意してくれたケーキをいただきながら本当にお茶会をしていこうと思います。ケーキがあります。そうなので、ちょっと怖い話してもいい？うん、なんかね、最初ね、これ何にも盛り付けられてなかったの。そう、それめっちゃ怖かった、ね、怖い話だよね。なんか本当に何も飾られてなくて、で、これなんかケーキ最初乗せるのかなとか、うん、それこそね、そうそうそう、このお皿に盛られてるやつがここに来るのかなって思ったら、ここに買ってみんなで取るのかなとか思ってたら、うん、違くて、うん、あ、なんかあったからとりあえず置いといたんですよねってなんか言ってて、そう、え、後で何か盛り付けるんですよね本番前にって、いや別になくてもいいかなって思ってますって、この番組の誰ですか、ディレクター誰ですか。いや、ちょっと何も立場が何も何もない何の立場もない、プロデューサー、プロデューサー何の立場もない人はここにいて、怖い人誰なのじゃあの人趣味で来てるじゃん。プロデューサー、なんかプロデューサーがすごいまっすぐなあのハイライト入ってない目で、別にいいと思いますけどみたいな感じ。そう、それを聞いてネギがやべえと思って急いでこうなんか飾ってくれて、ネギがスタジオ中から可愛いもの集めてくれたんだ。そうプロデューサーが用意したのこれ。人間の感情が分かんないけどそう言ってるからとりあえずとりあえずみんながなんか飾れって言うからとりあえずこういうもんだろうみたいな感じでそう用意してくれて、でもなんかあの人そういうとこありますよね。そうそうそう、だからなんかみんないつかやると思ったんだよねみたいな感じでなんか感じになりそうな全員が入ってるとこ見たことない確かにいやっていうちょっと怖い話でした。怖かったね、はい、ということでですね、あのせっかくなのでちょっとケーキも食べようと思います。はい、ちょっとじゃあせっかくなので消毒もしつついきましょう。いや、ありがたい。なんか本当に私、うん、お仕事してからちゃんとこう、うん、いろんな人に祝ってもらえるようになってから、うん、お仕事する前はする前はイマジナリーな友達とぬいぐるみを本当家にあるぬいぐるみをかき集めてなんかイマジナリーパーティーしてたの。そうやってた。多分めちゃくちゃ初期の直目撮ってる人は知ってると思う、うん、もうずっとなんか ありがとうみたいなのをずっとこう、うん、若さまは友達がいないの？ちょっといる。ちょっといる。ちょっといるちょっといるけど誕生日を祝う関係ではない。なんか、うん、忙しくてその子全然この業界の子とかじゃないから、うん、あ、なるほど、忙しいんだ。で初日というかその当日になった時何もなくて、うん、おめでとうみたいな、一人でなんか CV 全部当てておめでとうかなみたいな、おめでとうかなちゃんと CV ついてる怖いやってありがとうってやってこう写真を撮ってみんなに送るっていう。皆さん送られてきたんですか？そんな、そんな あんな写真がちょっと言葉にして言えないわ。いやいやいや、でもそうなの、なんかみんな多分いただいて、あ、届いた届いた、あ、よかった、届いた、あ、よかった、呪いのメールいやでもそんな感じだったから、うん、そのこうやって番組で用意していただけるとかっていうのがすごいなんか嬉しいなというか、うん、ありがたい。なんかそれ聞くと今日全力で祝わなきゃって気がしてきたよ。嬉しい、ありがとう。だってな、ラリちゃんまだ3回しか会ってない。そう、さっき誕生日だって知った。そうだよねそうなのよ、全力で祝うわ。そう、ありがとうじゃあ食べよう。そっか、ね、そうなの。5月13日なんだね。そう、13日。いいね、滝沢カレンちゃんと一緒だね。あ、そうなの？なんかそうだった気がします。知らなかった。私5月13日生まれの人好きなのかもしれない。初めて知った、私と同じ誕生日。なんかそうだった気がする、うん、私あ、13日の金曜日。そう、あ、そっか。そう、なんか若様っぽい。そう、あのそうそうなのよ、私いつも、うん、なんかね、金曜日の時ちょっと誕生日祝いづらいんだよね。なんかあの悪魔の日だみたいな盛り上がりを見せるじゃないそう、だからなんかその日にさ、ろうそく立ててさ祝うのがちょっと罪悪感がすごくていやでもなんか面白い、美味しいよ本当に、うん、じゃあ、いっか
いいと思う。よし、お誕生日の人が。ああ、ありがとう、待ってくれてたの。なんかケーキの三角形のここが一番美味しくない？わかる。わかる？そこが一番うまい。ここ一番美味しいよね。ちょっといただきます。いただきます。おめでとう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 。あの子たちだ。おめでとう。あの子たちだ。ありがとう。すべてのチルドレンにおめでとう。なんかそうだね。すべてにね、ありがとうだね。ありがとうだね。うわー、美味しい。あ、よかったよかった、美味しい。ぜひぜひ。で、私も食べてください。赤様おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとう、うん、おめでとう、おめでとう、おめでとう。すごい、なんか人類と一つになったような気がする。壮大な味だな。おかしいな、紅茶味のはずなんだけど。あれ人類の味がするよ。じゃあまあちょっとケーキも食べつつやっていこうと思います、うん、ということで、あの一応いつものルールで飲む前にウィンコしなきゃいけないんで、うん、ちょっとやりますわ。はい、よし。忌むべきルールが、もう5013歳だね。ちょっと待って、え、5013歳なの？そう、にしたかったの、うん、にしたかった。そう、なんか普通に年齢公開しちゃってるからあれなんだけど、うん、でもなんかある一定の年齢超えたあたりから公表しませんって言ってる人結構多くて、私もそのやつやりたくて、なんか面白そうだなって。永遠の20歳ですとか、なんかいろいろ永遠の17歳ですとか、いろんな人がいるから、じゃあ私なんか振り切って上行きたいなと思って。確かに5013歳いない、いない。それはもう5013歳で1年経ってこの誕生日で5013歳になる感じ。もうサザエさん時空の、もうずっとそう、ずっと5013歳になるみたいなのやりたいなって思ってて。お揃いです。私はずっと5歳なんです。素晴らしい。このところでもハリちゃんは5歳、年の差すごいよ。年の差すごいすごい年の差が。わあ、平均年齢2500歳ぐらい。平均、ここで平均出そうとしちゃう。あ、そっか、こんなに違ったんだね、年齢私たち。ちょっと結構違うね。そうだね、嬉しい。でも人生の先輩だ。ありがとう。お姉ちゃんだったんだ。やったー。確かに、えと何週分なんだろう。えとがない時期から いるってことだもんね、多分ね。5000だからね。そっか、そう、えとっていつからなんだろう。もう、もうやっぱ過去の記憶だから、うん、確かに、もう中国何千年の歴史みたいな。もう覚えてないだから。そう、うん、覚えてないけど、ない時期もあったからね。 そっか、歴史を見てきたんだな、お母様は。じゃあ、じゃあ、せっかくなので、はい、私は、はい、はい、武田ラリサタゴ、5歳です。次の誕生日で5歳になります。やった、すごいな、はい、5000歳5歳コンビ。良い。そうだよ、エモいね、なんか良い、エモい。そういうコンビ好きよ、私、二次元で。あー、でも確かに、あの端と端というか、もう両極端みたいな。そうそう、正反対の2人。好きだ。まあでも私と若様はかなり似てるけどね。正反対の2人ではないけどね。結構似てたけど。よかった。じゃあ、じゃあせっかくなので、ここからはちょっと おしゃべりもしつつ、はい、とあとメールもちょっと読みつつでいこうかなと思います、うん、はい。ちなみに質問で、実際にあの2日後誕生日ですか、自分より何かプレゼント買いましたかって書かれてるんですけど、買ってないです、うん、はい、買う予定はないです。なんで？もうずっと仕事で、うんうん、なんかもういらない。へー、でもなんかさ、自分への何かを買う言い訳になるじゃん、誕生日って。でも、うん、いいよ、仕事してるし。うわー、大人だ。いや、5000歳違うな、やっぱ。ここで5000歳を見せつけてしまった。星の子見えたわ。あら、なんかだって自分の好きなものを買う、またとないチャンスじゃないですか、言い訳っていうか。みんなうなずいてるよ。じゃあ、な、推しとか買えないのかな。推しを買うの？推しの存在を？存在、それはちょっとなんか、とんでもないお金が必要だと思うけど。無理か。あなたの推しの1時間を買うには。そっか、うん、じゃあいいや、やっぱり。そっか、推しがいらないんだ。そうだね、別に仕事があれば、うん、あとはいいかなって。わあ、ちょっとそれインストールするね、私にも。おお、めっちゃかっこいい、それ。うわ、仕事があれば他はいらない。使ってもらおう。仕事があれば他はいらないんだ。使ってもらおう、使ってもらおう。よし、オッケー。じゃあ、じゃあ、ちょっとメールいきます。はい、
こちらは竜宮の使いパシリさんからです。はい、ありがとうございます。若菜お嬢様、ラリサフェチ羊様、ごきげんよう。ごきげんよう。今日は5月11日、つまり、うん、若様の誕生日イブイブですね。おお、若菜イブイブ誕生日おめでとう。なんだこいつ。さて、ラリちゃんは別の場所でブラジル風ハッピーバースデーを披露されていましたね。あの何とも言えないテンションすごく好きです。さて、お二人の周りでは誕生日に私だけがするローカルな祝い方なんかはあったりするのでしょうか。この1年が丸岡若菜さんにとってさらに飛躍の年になりますよう。はい、はい、私もこのブラジル風ハッピーバースデーがすごい、うん、なんか単純にあのハッピーバースデーってあらゆる言語であるじゃないですか、うん、それのブラジルバージョンなんですけど、うん、なんか不気味みたいで、ブラジルバージョンが。え、知りたい。あ、なんかちょっとあのなんていうの、単語を間違えちゃうかもしれないですけど、雰囲気でいきますね。今メモを取ってないと分かんなくなるんで、いきます。全然全然。パラベンサポセヌイスタダタゲリダナイツセリシタジナイツダヌゲリダエピケエピケエピケピケピケエオラエオラエオラオラオラハチブン。おめでとう。ブラジルバージョン、いや調子良かった最初。めっちゃ調子良かったけど、なんかあ終わったと思って、なんかお意外と可愛いじゃん。ほらなんか一人だからいけなくて、多分本当はもっとみんなでエピケ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 ってやるもんなんだと思うんだけど、そんな飲み会みたいなテンションなの。そうそう、飲んで飲んでみたいな、誰だと思うの、ゴールドシャンパンみたいな感じ。本当はそうなんだけど、いつも一人でやってるからなんか不気味になっちゃって。そんな楽しそう。なかなかこの番組でやるとき本来の雰囲気を私が再現できなくて、不気味になるんだけど、現地の方にも来ていただいて本場だと一回見せてもらった方がいい。あと5人ぐらい必要なのこれ。そうだよね、若様を取り掛かんで、もうはぁ、チー、ブーンってやればいいんだけど。なるほど、ちょっとなんか不気味になっちゃいました。すごい、なんかおまけめっちゃ面白かった。終わったと思って。あのターン何なんだろうね。英語版にも日本語版にも存在しないあのターン、あれ何なんだろう。すごいいい感じだなって思ったけど、いやこれ好きなの私は割と。あ、本当、うん、よかった。やってくれたらちょっと嬉しいもん。あ、じゃあ当日にボイスメッセージ送る。欲しい。欲しい。仕事中聞くわ。聞いて元気出して、それで。わー、よい。いいことを聞いてしまったわ。あー、すごい。あ、一応あのローカルな祝い方あるんですかって言われたんですけど、もうこれがまさにじゃない。確かにこれがもう、これがもう我々流かもしれない、これから。そうですね。そう。あ、友達から。私の友達はもう割と普通にもう連絡来ておめでとうか、うん、家にそのまま直接来ておめでとうって。え、家に直接来てくれるのすごい。くれる。そう、だからこの前も友達に来てくれて、うんうん、なんか体に良さそうな紅茶と果物のセットみたいな。あ、素敵。そうくれて、うん、まあその子はね、いつも登場するあの中二病の友達なんだけど、もういつもいる。そんな友達が。そう、いつもこの子の話かもう一人の友達しかしてなくて、うん、2人しかいないの。2人か3人、うん、2人か3人ぐらい。まあでも数じゃないからね。そうなの、別に数じゃないからさ。数じゃないからさ。友達の質がね、やばい。そうそう、だだ大事だから。選ばれし、あの、キモオタ三重師として。キモオタ三重師の、キモオタ三重師を連れてきたよ。選ばれし、キモオタ三重師だから。キモオタ三重師が来たよ。っていう感じかな。なるほど。はい。はい、はい、ということで、はい、ここまででございます。はい、はい、もう話してたらもうあっという間に時間が過ぎちゃいました。皆さん、たくさんのお便りありがとうございました。引き続き番組宛にどしどし送ってください。お待ちしています。ます
気が足りないわ。お嬢様、しょうがないですね。それでは。少しだけですよ。刺激的だわ。なんかこのジングルが流れると、いけないけないいけ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 って、やれやれやれって自分で作ったマイルールだから。このジングルが流れたら明けに肩を見せるという、そうなの、マイルールを作ってしまった。エチエチをねやってくださるという、お茶会若様のエチエチ担当になったの。素晴らしい、ありがとう。みんな大喜びだから、みんな課金してね、課金。素晴らしい。さあさあ、ここからはこちらのコーナーをお届けします。好き好きっす。はい、はい、ということでこのコーナーでは主にゲストパーソナリティさんの推しや好きなものの話を好きなだけ時間いっぱい語ってもらいます、はい、そして今夜は私のお誕生日仕様ということで、うん、特別にいつもは最後にお互いの好きなところを言い合っていくっていう部分があったんだけど、うん、ラリちゃんから私へのお祝いメッセージを言ってもらうというちょっとバージョンで。なるほど。でもね、もう3回しかまだ会ってないので、はい、誕生日を祝わせるという。わかりました。とんでもない番組。3回目なりに言わせていただきます。とんでもない状態になっちゃってますね。はい、はい、ということで改めまして今回、ラリちゃんが語るものを教えてください。はい、今回私が語るのはこれ、でるん、マーダーミステリーです。わーい。はい、まあ、なんかね、若様もやったことあるようなないようなみたいな感じだったんで、ちょっと改めて説明したいと思うんですけど、うん、人狼はルールわかりますかね、うん、皆さんも人狼はやったことあるかな、うん、なんか基本的にはとってもストーリー残った人狼って感じです。登場人物が例えば5人いたとしたら、プレイヤー、ノンプレイヤーキャラがある日死体で発見されます、基本的には、うん、でこの5人のうち誰かが絶対に犯人です、うん、でそれを当てていくんですけど、まあ、人狼だとなんとなくその状況今日証拠とか昨日誰占ったみたいな感じだと思うんですけど、マーダーミステリーはこのキャラクターごとに一人一人その人間がどういう人なのか、どういう生き方をしてきたのか、うん、その犯行時刻何をしていたのかっていうキャラクターブックがねこの中に入ってるんですね、うんうん、だから A を担当する人は A のキャラクターのキャラしか見れないし、うん、B を担当する人は B のしか見れない、うん、他の人がその時間何をしてたかはわからないみたいな感じなんですけど、そこで犯人の人はこの時間あなたはあの人を殺害してしまいましたって犯人の人は書かれています、うん、でそれをなんかうまく隠しつつやっていくんですけど、でもそれだとなんとなくちょっと犯人不利じゃないですか、うんうん、でこのマーダーミステリーの面白いところは、人狼だと村人とか引くと結構あ楽勝だなとか思ったりすると思うんですけど、うん、マーダーミステリーは犯人以外の人にもその犯行を暴く以上に隠したい事実があるんですよ、うん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 、隠したい事実だったり達成したい事実、うん、なんとかこのプレイ中にあの人から〇〇って書いてあるカードを奪いましょうとか、うんうん、交換庫しましょうとか、犯人じゃない人もなんかそれなりに怪しく見えてきちゃうんですよね、その自分のプレイングを続けようと思うと、うん、なんか それをみんなやってるから全員結果的に怪しくなり、犯人は人狼よりむしろ隠れるのが楽かもしれないみたいなゲームなんです、うん、そう、ミッションがあるんですね、全員疑心暗鬼になります。うわー、それがもうめちゃくちゃ面白くてですね、これ私がやった中で一番のおすすめのタイトルを今日は持ってきたんですけど、うん、大正ロマンマーダーミステリー帰国間の殺人事件というやつで、これはちょっとぜひやったことない人はこれからやってほしいっていうぐらい、どのプレイヤーを当てたとしてもめちゃくちゃ面白いやつなんですけど、ちょっとストーリー言ってみていいですか、うん、時は大正、帝都の外れに死人の芸術を揃えた奇妙な館が噂される。その名は帰国館。ここでは時折客人を招き奇妙な展示が開かれる。こたびの祭典に現れたのは6人。そうして一夜明けた後に現れるのは1つの死体。不可解な死体はまさに死人の館を飾るにふさわしい鬼のたたり。奇怪な事件に現れたるは自称名探偵。さあ不可解な殺人現場にいかなる秘密と物語が隠されているのか。大正ロマンマーダーミステリー帰国間の殺人事件、これより開幕となります。
っていう。面白そう。この導入を聞くだけでめちゃめちゃ楽しそうじゃないですか。あの若様の絵っていうのだけやめてもらっていいかな。どういうこと？なんか呪われた絵だみたいな、若様の絵だってコメントが書かれてて違うんだけどさ、あでも舞台はそういう感じの洋館かもしれない。なんかいわくつきの絵を集められてます。いわくつきの絵じゃないんだってだからいやでも面白そう。本当、うん、なんかやった記憶は思い出した。うん、あ、思い出した。それぞれやったのが、うん、リアルタイムというかその全員人が集まって、まあ、コロナとかの時期じゃなかったから、うん、リアルタイムでみんなで集まってそれぞれで、うん、本当に直接人としてやるっていう、うん、なんか私自身がその人になって演じるみたいなやつが1個と、うん、アプリでできるタイプのやつ、うん、あーそう、アプリでね最近はできますから、の2パターンはやったことあるかもしれない、うん、え、うん、ぜひ一緒に今度遊ぼう。私が GM やるから。わーすごい。なんかね、うん、私はその時は全然慣れてないからずっと初心者ムーブなんですけど、うん、確かに私は犯人の役ではなかったんだけど、うん、ミッションがもともと3個くらい確かあって、うん、そのミッションをこう達成させなきゃいけないとか、あと確かにバレたくない秘密があったんだけど、うん、なんだろう、それぞれお互い怪しいとか怪しくないとかもあるけど、うん、あの人と手を組まなきゃいけないとかもあったりして、そう、ね、うん、そうだからリアルタイムで会うと、なんかこの時間相談してくださいって言われたタイミングでちょっといいかなって言って、うん、こそっと2人で話したりとかが、2人きりの密談タイムとかがそうあるから、余計になんか、いやあっちのグループは絶対になんかこっちを陥れようとするけど、うん、絶対にお前は俺を守ってくれよなみたいなのとかもあるの、うん、そう、それがすごい面白かったなって。裏で動いてるのもやっぱ見えちゃうから、うん、あの二人なんか密談しすぎて怪しいなとかもあるし、うん、なんかあの人全然手の内明かさないから怪しいよねとかもあるんだけど、うんうん、やっぱ人狼だともうリズメで犯人分かっちゃうというか、うん、嘘がつけなかったりとか、そういうなんか論理的な思考が苦手だったりするとなかなか楽しめないんだけど、うん、マーダーミステリーは割とパッションで役になりきったりとか、うん、人畜無害な振りが得意だったりするとそれだけでなんとかなるので、うんうん、なんかあんまり人狼苦手だったなって人もこっちのバージョンなら楽しめるんじゃないかなというプレゼンです。うん、確かに、はい、嘘が苦手な人はこっちの方がいいかも、うん、嘘はダメだから、うん、確か、あ、なんか嘘がついちゃダメなシナリオと嘘ついてもいいシナリオがあって、なるほどね、うん、これはどうだったかな、良かった気がする。そう、でもそのやっぱ一つ一つの役、うん、キャラクターがあるから、その役職じゃなくてキャラクターだから、うんうん、そっちの方がなんかなんていうの、嘘をつくよりもやりやすいというか、そう、なんか誰かの皮をかぼった方が、うん、自分で嘘をつくより楽なんだよね、うん、もうお芝居してる感じに近いというか、うん、ロールプレイングザって感じのやつだから、うんうん、楽しかったな。それこそ若様が言ったアプリウズとか、うん、いろいろなんかそういう風に遊ぶ友達いないよって人でも、うんうん、野良で部屋に入って参戦できたりする仕組みとかね、サイトが今いろいろあるので、うん、それはぜひやっていただきたいです。おー、いい、良い、いいプレゼンになりましたね。もしかしたらもともとやっててこれだけやったことない方もいらっしゃると思いますので、うん、ぜひぜひちょっとプレイしてみてはいかがでしょうか。遊んでください。はい、じゃあ最後にですね、はい、対戦ちょっと私に対して、はい、お祝いのメッセージをお願いできる、ちょっと申し訳ないんですけども。わかりました。じゃあ、繋がらまた参加資格ないのにごめん、はい、参加資格ってないのにちょっと本当にごめん、あってないのでね、もう、うん、とっさに出てきた言葉でお祝いするしかないのかなって思うんですけどすごいよ祝わせていただきますね。めちゃくちゃ準備してくれてるじゃんとんでもねえ準備してくれてるよ。ではお祝いさせていただきます。はい、丸岡若菜様へ。若様、お誕生日おめでとう。ありがとう。自分以外にイマジナリーペットを飼っている人間に初めて出会ったので初対面から若様への好感度は爆上がりだったのですが、その後の配信や配信外での会話で若様の飾らない性格やちょっとだけおかしい言動を目の当たりにしてより大好きになりました。やった。私はちょっとだけおかしい人間が大好きです。あ、よかったごめん遊ばせの現場は雰囲気が良くてスタッフさんたちもいつも楽しそうですね。配信前や配信後にスタッフさんたちと楽しそうに会話する若様を見て、若様の明るさがそのまま番組の雰囲気を生み出しているのだなと感じました。よかったよかった。出会ったばかりの私ですらすぐに若様を好きになったのですから、日頃から若様とお仕事をされているスタッフさんや声優陣、
いつも若様を応援しているファンの方々はことさらでしょう。そんな中で今日で出会って3度目、時間にすれば9時間くらいそんな私が記念すべきお誕生日会に立ち会えてとても光栄です。まだまだ知らないことだらけですが、おかげでとりあえずお誕生日を知ることができました。これからもっとお互いを知ってもっともっと仲良くなれたら嬉しいです。武田ラリサタゴより。わーすごーい、時間にされた時間にされたらまだ2桁いってないの。確かに、いやめちゃくちゃでも短い期間だけど、うん、なんか濃いよ。そう濃いの、濃い。前世で親友だったんだと思 う。なんかもう会うべくして会ってしまったというか、今日私も入ってきた時からすごいリラックスしてたもん。あ、よかった。自分のレギュラー放送の番組みたいな感じだった。あ、よかったよかったよかった。ということで、すごい、こちら受け取ってください。ありがとうございます。めちゃくちゃちゃんとしたお手紙をいただいてしまいましたありがとうございます。そしてですね、はい、僭越ながらもう一つプレゼントがありまして、ぜひもらってください。ありがとうございます。待って、もう袋からすごい私の好きを知ってるちょっとね、猫ちゃんがいっぱい。梱包はね、うちにあったものを使わせてもらったんで、中はこれは今見てない無関係なんですけど、ぜひ開けてください。ちょっとじゃあ失礼します。はい。わー、あ、そう、なんか好きな色聞いてくれたなそう、ラインしちゃった。そう、聞いてくれたな、そういえば。じゃあちょっと失礼します。はい。すごい、待って、おめでとう。すごくないこれ。プロの仕事じゃん。私の時間をプレゼントします。これすごくない。すごくない。頑張った。すごいよ、玉三郎が実態を言ってる。玉三郎頑張りました。めっちゃすごいこれ。ありがとう、嬉しい。おめでとう。ありがとう。嬉しい。ちょっと待って、あのね、そう、私はさ、ラリちゃんのね誕生日をね知った時期をまだね、あの、友達になれてなかったので。はい、9月だよね、確か。9月です。そう、だからね、ちょっと荷物どけるねそう、ごそごそ。そう、だからね、ごそごそ。あの、実は、そう、私もね、嘘できれば。なんで。そうなの、なんかせっかくならね、ちょっとお祝いできるタイミングじゃないから、絶対にもう、全4回だからね。そう、だからここで渡さないともう渡せないかもしれないと思って、そのなかなかスケジュールとかもあるから、って思って、ちょっと実は嬉しい。いやありがとう。嬉しい。え、開けてもいいですか。ぜひぜひ。じゃあ失礼します。何この幸せな空間。いや本当に、このデスゲームじゃなくてこれ飾らん。そ、これ、あ、それ用に置いてくれてる。あ、そういうこと。あ、これいいじゃん。あ、ちょ、デスゲーム、デスゲームなんで置いてんだろうって思って謎にデスゲーム置いてあるなと思ったの。そう、私もなんでデスゲーム始めようとしてるんだろうと思って。お、なんだろうこれ。これね、あらららら、そう、ラリちゃんはね、絵も上手に描かれるということで、なんかイラストの足しになればいいなと思って、ガラスペンとか、そういう系って結構良いかなと思って、ちょっと選びました。ありがとう。おー、やった。よく飛んでいた。うわー、嬉しい。なんか自分では買わないけど、もらったら良いかなぐらいのものってなんだろうなと思ったら、こういうなんかペンとかかなって思って。ガラスペンってね、なんかめちゃめちゃ伸びが良くて、ちょっとつけるだけで、あ、そうそうそう、ずっとかけてすごいいいらしいんですよね。そう、噂では知ってたけど。そう、字とかもね、書きやすいっていうからね、ぜひ使っていただければ。わー、ありがとう。いやいやいや、こちらこそありがとう。ちょっとじゃあこれ、まさかもらえるとは思ってなかった。いや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 嬉しい。ちょっとなんかこの袋も私好きだな、すごい嬉しいわ。若様好きそうだなと思って選びました。わー、幸せな時間ありがとうこちらも嬉しい。え、何この清い番組。良い、非常に清いし嬉しい。ということで、はい、はい、以上好き好きっすでした。
てお届けしてきました丸岡若菜のごめん遊ばせ武田さん。本編パートあっという間にお別れのお時間です。あっという間だったけどもう幸せ。いやあったかい気持ちになった、うん、みんななんか番組間違えたとかえ言ってるけどいやそんなことないって違う番組を見てたみたいって言ってるけど合ってますよ、うんうんね、ずっとね3回こんな強い感じでやってきたもんね、うん、もうずっとこのまんまだしね、うん、もうせっかくなのでこれずっと飾らせていただきますねはい。そしてですね次回の放送ではコーナーこれであなたを丸わかりをお届け予定です。こちらのコーナーではゲストパーソナリティであるラリちゃんの本物の回答と番組スタッフが用意したダミーの回答を混ぜ無事に本物の回答を見破れるかという相性チェックを行います。これね4度目でそうでも結構誰も知らないよくわからん情報を混ぜられるの、うん、なんか昨日食べたご飯はとかそのレベルも入ってくるからどうしようもないやつかそうもうなんかフィーリングでも意外と当てられたりするやつだったりするかもしれない、うん、いやこれはねどうなるかまだわからないんですけども、うん、ニコ生のアンケート機能を使って貴様らと私のどちらの方がラリちゃんのことをわかっているか対決形式になります。なるほどねそうなんですということでぜひ皆さん参加してください。そして私丸岡若菜からお知らせございます。まずボイスアリーナチャンネルにて丸岡若菜のゲームで乾杯という番組を反対の週の水曜日20時から生放送でお送りしています。ぜひ合わせてお楽しみください。そしてもう一つイリーナ役で出演しております史上最強の大魔王村人 A に転生する本日第6話放送されますのでぜひ皆さん見てください。さてさてもう一個ありますよ。ですねこちらはちゃんとしたちょっと別の雰囲気のお知らせでございます。今週の土曜日14日に特別配信の放送を決定いたしました。おーやったーそうなのららそうなんですよまだ配信させていただきますよということでタイトルは丸岡若菜さんバースデーお祝い配信2022ですということで私の誕生日を皆さんと一緒にお祝いする放送でございます。はいそしてこちらの番組の本編パートは YouTube ライブのみでの配信となります。そして本編パートの終了後にはニコニコ動画のボイスアリーナチャンネルの会員さん限定の限定放送も行うそうです。ということでお祝いメールもねこれからちょっと募集しますのでぜひ皆さんねいろいろ送ってくださったら私が喜びます。はい、イマジナリーバースデーパーティーの話聞いてると感動したしよねそうだね、うん、なんかちゃんと祝っていただける場が作られてるっていうのがちょっとありがたいなと思ってたくさん祝われてくれイラスト送っていいのってみんな聞いてるけどこれは多分大丈夫いいうん大丈夫みたいなので、うん、ぜひぜひ送ってください。放送開始時間はお昼の12時からを予定していますのでぜひ皆さんご参加ください。その他のね詳細はアミアミの公式ツイッターなどご確認くださればと思います。はいその他の情報は随時公式のツイッターあと直面でお知らせしますのでそちらも合わせてご確認ください。じゃあラリちゃんもお願いします。はい、武田ラリサタゴからのお知らせはアミアミチャンネルにて同じく声優のルーティーさんとラリルーレロというアカデミックな番組を各週月曜日22時30分からお届けしていますのでぜひご覧ください。その他最新情報は随時公式ツイッターにてお知らせしていますので合わせてご確認ください。はいということで今夜の放送をお送りしましたがまさかの私を祝っていただく会になって、うん、ちょっとねまだ3回しか会っていないと思えないようなフィーリングの確かになんかでももう私は親友だと思ってる節があるから嬉しいんだけどやばい全世界からの親友だから私友達4人になった4人になったやったやった増えました四天王になりました四天王だ本当だじゃあちょっとまたどっかで遊んでもらおうと思います。はい、はい、そして次回の放送は5月25日の水曜日20時からです。ぜひお見逃しなく。そしてこの後はフィアンセ候補者限定のパートございます。今回の限定パートではコーナー丸出しトークを行います。こちらすごく人気なのでね私もラリちゃんをさらにさらに知れていければと思います。ぜひ皆さんお付き合いお願いします。お願いします。はい、それではここまでのお相手はお嬢様の丸岡若菜とポメラニアンの下僕の武田ラリサタゴでした。この後の限定パートも見てください。せーの、ごきげんよう。